これでわかるフェルナン・クノップフ、ベルギーの象徴主義の画家。まず最初にクノップフのご紹介をしてから、有名なこちらの絵の制作のきっかけとなったジョルジュ・ローデンバックの小説死とブリュージュのお話をしていきたいと思います。ちょっと不思議な絵を描くことで有名なクノップフですが、こちらの絵、モデルはすべて彼の妹マグリット、それぞれ写真に基づいて描かれているそうです。別々の過去の断片の集まり。7人のマグリットは決して視線を交わすことはありません。クノップフの独特の時間の捉え方なのかもしれません。さて、どんな人だったのでしょう。1858年ブランドルに生まれる。父は当時オーデナルで在任中の司法官で上流階級の家柄でした。翌年一家は父の仕事の都合でブルージュに移住。6歳までブルージュに住み、その後はブリュッセルに引っ越しています。17歳の時、ブリュッセル自由大学法学部に入学するも、学業に興味が持てず文学を好んでいました。弟のジョルジュ・クノップフらと共に若きベルギーという名前のグループを結成。その中にはローデンバックもいました。大学在学中にグサビエ・メルリーの画塾に通い始めます。18歳の時、大学を退学してブリュッセル王立美術アカデミーに入学。ですが、アカデミーの授業には出なくなり、数ヶ月パリに住んでアカデミー・ジュリアンに通いました。そこではジュール・ジョセフ・ルフェーベルの授業に出席していました。25歳の時、二重認定の設立メンバーの一人となります。二重認定とは、保守的な運営方針に不満を持つ画家たちによって設立されたグループで、年に1回展覧会が開かれました。33歳の時、イギリスに滞在。ラファエル・センパ、特にエドワード・バーン・ジョーンズやダンテ・ゲイブリエル・ロセッティと交流を深めます。こちらの絵をご覧ください。私は私自身に扉を閉ざす。この絵はクノップフがロセッティの妹で詩人のクリスティーナの詩、誰が私を解き放つからインスピレーションを得て描かれたものです。40歳の時、クノップフは21作品をウィーン分離派による第1回分離派展に出品し、大きな賞賛を得ました。1921年、63歳でこの世を去る。こちらの絵をご覧ください。見捨てられた街。ローデンバックの小説死とブリュージュの初版に挿入されていた写真に基づき、クノップフなりに変更して描かれたパステル画です。1898年に親しかったローデンバックが亡くなり、クノップフはその数年後、何点かのブリュージュの絵を描いています。すぐそばには海が迫っていて、もやの中、海に飲み込まれて消えてしまいそうに見えます。窓はすべて閉められ出入りできない、もはやこの世に存在していないかのような風景。クノップフは生まれて間もなくブルージュへと引っ越し、6歳まで住んでいました。当時のブルージュはローデンバックの小説さながらの観光客さえも寄りつかない見捨てられた街だったそうです。その後ブルージュは工業化され、地元の人たちは小説の死とというタイトルを嫌がったとか。この作品はブルージュのメムリンク広場を元にした創作です。中央にはこの街の黄金期の画家ハンス・メムリンクの像が立っているそうですが、絵の中には台座しかありません。この時が止まったような死とと小説の主人公の気持ちが同一視され、内面的な物語が展開されていきます。こんなお話です。主人公ユーグは若い愛妻を亡くし、ブルージュの大きな家に彼女の肖像画やドレスを飾ったままにして、さらに切り取った彼女の髪の束を大切に扱っていました。ある日、妻そっくりの女性と出会います。思わず追いかけ仲良くなり、家を与え愛人にしました。しばらくすると妻と同じ色と思っていたブロンドの髪は染めていることを知り、ショックを受けますが、そのままその色に染め続けてほしいと懇願します。新しく出会ったジャーヌという女性、実際似ていたのは顔だけで、だんだん派手になり、他の男性とも遊んでいる様子。
彼はそのことに悩み始めます。もはや亡き妻のことは問題ではなく、ジャーヌの魅力に次第に惹かれていき、彼女を失うのではないかと気が気でない。ジャーヌからしたら、遊具は年が離れているお金持ちのおじさん。遺産がどれぐらいになるかを知りたいと思い、彼の大邸宅に行きます。そこで亡き妻の肖像画や髪の毛を見てしまいました。なぜ彼が自分に執着するのかを知り、腹いせにふざけてその妻の髪の毛を振り回し、自分の首に巻きます。遊具は神聖なものを汚された頭に血が昇り、発作的にその髪を掴んでいました。そして彼女は静かになりました。この絵からは静けさと思い出に飲み込まれて一歩も動けなくなりそうな恐怖が伝わってきます。クノップフの独特で不思議な雰囲気、引き込まれます。では最後に彼の他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。